はい、どうも、コミです。さあ、今日はカンクラからですね、感謝さんとの JWCF という、まあ、スイーツ形式っていうね、タイプの JWC 日本のクラン同士の大会なんですけども、負けてしまいましたね。1点差、ちょっと惜しかったなっていう気もしますが、まあ、破壊率も負けてるんで、まあ、実質2点差かな。結構ね、完敗に近いかもしれないですね。まあ、悔しいけど、また次に頑張ります。で、今日見たいのはですね、花火ですね。で、今までの花火って、まあ、割と、タウンホール15になってから、僕、リターンクイヒー花火強いですよ、とかね、いう話をよくやってたんです。ですけども、今回ね、感謝さん側の大人パンツさんが見せてくれた、この花火がめちゃくちゃ強かったんですね。なんでちょっとこれ紹介したいなと思って、今日動画回してます。どんなタイプの花火かというと、まずここのところ、クイヒーを使って、ミニクイヒーですね。ヒーラーはこれ3体いましたが、これを使って、対空砲をまず折っていきます。ここですね。で、折り終わったらリターンを使って、クイヒーこちら側逆サイドに流していって、ガーッとね、サイドをクイヒーで歩かしていくんですけども、これをやりながら、花火を上げていくんですね。で、どこからドラゴン出すかっていうと、ここです。ここ。ドラゴンここから出してあげて、で、突撃艦をこう斜めにこう入れていきます。前の動画でも言いましたけども、こう斜めに入れるこのタイプの突撃艦って、トルネにかかりにくいんですね。トルネ大体ここにあるか、ないしはこういうところにあるので、この隙間を狙っていくっていうイメージですね。はい、突撃艦をもうドラゴンと一緒に出していって、一気に全ドラゴンと突撃艦に投む。この辺の、黒爆弾の回収とかも全部ね、突撃艦がやってくれて、タウンホールのところに行ったら、クローン1万円型のこれ花火になってます。こんな感じで、ゴーッとね、花火を上げていって、タウンホールと、このクラン城を取っていくっていうのがポイントです。この2つを取るのが、マジで今の環境における花火の大きなアドバンテージの条件になっているんで、ここを取っていきつつ、この陸のクロスボウもね、2本ぶち折っていくという超爆弾が取れましたよね、これね。で、これやられちゃったがために、見てもらうと分かるんですが、こことここにドラゴンが密集してるんですよ。で、こちら側はロイヤルチャンピオンがね、こう、ドラゴンと一緒に進行していって、で、下側、こっち側っていうのかな、右側は、キングとクイーンで一気に押していくという形ですね。ボックスタイプの真裏から、突撃艦を放っていくのって結構、勇気がいるですね。結構、まあ、リスキーなんですけども、この戦術の場合、万が一、こう、トルネーデに捕まっちゃったとしても、こういうところで捕まっちゃっても、キングクイーンがこちら側、この右側をこう歩くじゃないですか。歩いて行ってくれるので、タウンホールの周りっていうところをこう、壊してくれるんですよね。そうなったら、インビジブルとレイジをちゃんと温存しておいて、で最後ロイヤルチャンピオンをこの辺から、出していくことによって、こういう風にね、当てていくことによってタウンホールをちゃんと、取るためのバックアップもできるので、この攻め方はすごい理にかなってて強いなって思いました。だって終盤でこんだけドラゴン残ってるんですよ。これはないだろう。何体残ってんの、このドラゴン。とてつもないドラゴンのね、威力を見せつけてくれた、まあ、圧倒的な展開でしたね。これは練習したいですね。ボックス配置で、まあ、これが刺さる村、今言ったその、エアスイーパーにライトニング2発は撃っていいと思うんで、2発っていうかね、まあ、壊すまでのね、2発撃っていいと思うんで、プラスクローン1枚型で、タウンホールと、あと、なんだ、クラン城か、を取れるような村が見つかったら使ってみるのは、全然ありかなって思いました。で、もう一本、まあ、花火つながりで、一本これですね。僕がさっきやったクラン対戦のアタック。相変わらず、こういう対策配置っていうタウンホールが、この四隅のどっかにあるような、こう、不規則な形をした配置に対しても、この花火が強いです。全然この辺も初見で攻めてるんで、テスラが出てきちゃったよって感じでね、ここにロケバラを当てていくとか、だいぶ雑な入りをしていますが、それでもいけちゃうんですね。ミスも多かったですけどね。この辺も、本当はベビドラでカットすればいいものの、めんどくさいからドラゴンそのまま、手持ちの編成そのまま使って攻めたっていう感じですね。で、今回僕はクローン2枚型にしています。これは、どっちかっていうと2枚型の強さを試したいっていう思いが強かったかな。1枚型の方がね、本当はいいんですよ。インビジブルタワーとかがあった場合なんかに、タウンホールだけをしっかり壊すとかね。結構ね、ガーゴイルが暴れちゃったりするんですね。このクローン2枚やったりすると。まあ、それを抑える意味で1枚型の方がいいですね。で、この爆破ダメージにだいぶガーゴイルが巻き込まれてますが、これも良くないですね。もうちょっとこのモノリス側寄りっていうか、こっちにクローン打ってあげれば、もっともっと多分ガーゴイルの仕事が生きて、まあ、クローン1枚分ぐらいのガーゴイルが爆破ダメージに巻き込まれてやられちゃったんで、これは良くなかったですね。はい。
とまあ言うような失敗があっても、やっぱりクラン城とタウンホール、この二つを壊すことができて、おまけにモノリスも打ち取れたんで、相当やっぱりでかいんですね、アドバンテージが。呪文全然ドラゴンパートにもう避けてないんですけど、もうそれでもちゃんと、こういう風にね、攻め上がってくれて、そのまま結構際どかったんですが、前回はいけます。まあこれ際どかった理由は、完全にロイヤルチャンピオンですね。ロイちゃんがね、ちょっとね、この使い方を間違えましたね。はい、ここの、なんていうの、シールド、ここだと投げるんですけど、ポーンって。まさかこの後に、こっちの、ウィットの方に行っちゃうと思わなくて、インフェノタワーに行くだろうと思ったんですよね。それを完全に見誤って、ロイちゃんが怒っちゃって、だいぶキワキワの全開になったんですけど、まあまあ、それでもね、こういう細かいミスとか、編成の、修正的なところっていうのを、織り込まずに、なんていうのかな、まあ、雑にって言っちゃあれですけど、に攻めてもこういう風に、今いけるポテンシャルがあるんで、タンホール15が出たばっかの時には、この花火っていう戦術、もう相当弱かったんですね。ドラゴンのやっぱり能力が防衛と比べてこう相対的に下がってたんで、全然ドラゴンが仕事しなかったんですけど、今の環境であれば、まあ大体ドラゴンライダー2体か3体ませぐらいでドラゴン9体から10体、まあその辺のバランス感覚で使ってもらうと、だいぶ強い戦術になってきたのかなっていう気がします。これマジで、花火はこれからもね、おすすめだし、対策配置これから増えると思うので、ぜひ覚えておいてもらうといいと思います。さっきの、ボックスに対する斜め突撃艦型の花火っていうのもね、使い込んでみると、だいぶいろんな配置にこう、使っていけると思いますね。で、ミスっちゃうパターンどんなのっていうのをちょっと見ておこうと思います。で、この攻めで何より大事なのはアーチャークイーンなんですね。僕の以前の動画でドラゴンの、使い方みたいなところを詳しくお話ししてる生放送の、アーカイブ残ってるので、ぜひ見てほしいんですけども、ご存知ない方は。マジでね、これドラゴン戦術におけるアーチャークイーンってもう最後の一番もう何が何でももう守るべきユニットなんですよね。これをね、守りきれないとこうなっちゃうよっていう話ですね。まあ、これも初見で、あわよくはここのね、爆技が取れんじゃないかと思って、意気揚々と、行ってみたら、まあ、案の定テスラが出てきて、ボコボコにやられちゃったぜ、というね、悲しい動画な、動画ってかアタックなんですけど。これで突撃艦を当てていきます。で、ここもね、実はトルネードに引っかかっちゃうんですけど、引っかかっても、ここの判断はね、結構難しいんですが、これね、どこで突撃艦が落とされるかとかにもよるんですけど、今回僕は、落ちたところよりも少し、このタウンホール寄りにクローンを打つことによって、ガーゴイルをタウンホール寄りに増やしたんですね。で、これが増えたのが見えたんで、もう、クローンをね、全部使って、タウンホールを降りに行っちゃえと思って、降りに行きました。これね、判断誤ると星1になっちゃうんですけど、で、倉庫行ったらね、ここの陸のクロスボウにね、ダメージ食らって、あと投石か。で、クイーンが落ちちゃったんですね。これですよね。で、こうなると、もうどうしようもなくなるんですね。キングが外周をこう歩いてるじゃないですか。こう歩いてるキングに寄り添って、この辺を全部アーチャークイーンが壊してくれるからこそ、最後ドラゴンとロイヤルチャンピオンでこの真ん中、こういうところを処理して、前回まで持っていくっていうのが、ドラゴン戦術だったり、花火の攻め方の基本になってくるんで、今、そのアーチャークイーンの仕事っていうのが、この部分、この部分において全くできなかったんですね。で、まあ、本当はこっちも追ってくれるはずのアーチャークイーンの仕事量だったと思うんですよ。ってなってくると、まあ、実際、全開見えてきますよね。ここが折れてくれなかったおかげで、ロイちゃんとかがみんなドラゴンがこっちにこう流れちゃった。で、真ん中のこの辺が残っちゃったっていうのがね、この攻めの失敗ポイントなので、とにかく、アーチャークイーンを生き残らせること。そのために出すタイミングとか、あとはキングとの距離感っていうのをうまくこう調節しながら、使っていかないとやばいって話ですね。ちょっとどこでやられたかもう一回見ますね。クローンを使ったところをちょっと僕中心に話しすぎちゃったんで、アーチャークイーンの挙動のところあんま見れなかったですね。ちょっとお見せします。このね、ベビドラがね、結構奥までカットしてくれたんで、クイーン出すタイミングすごい迷ったんですよね。で、ここ。で、全部だからベビドラがカットしちゃったおかげで、クイーンの手前にキングがいない状態になっちゃったんですよ。これがもう全然ダメですね。陸のクロスボウをガンガン食らって、クローク発動、テスラを追ってなんてことをやってますけど、こんな風なクイーンの使い方をすると、この投石にドーンと撃たれて、そのままやられちゃうよ、という話なんですね。
はい、キングはもうどこ行ってんだこいつって感じですよね。だからサイドカットをする時もキングがこの外周をどん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 あの壊しながら進んじゃうんで、外周壊しすぎるとクイーンがもうキングと離れ離れになっちゃいますね。いまだにこれ最初に出したこうベビドラがここ残ってるじゃないですか。こんな仕事しなくてよかったんですけどこいつ、はい、そういう風にならないようにある程度施設をこういうところに残しておいてね、こういうところに残しておいて、キングが先に先行して進まないようにアーチャークイーンの近くに寄り添い続けるようにやっていくっていう風なところもすごく重要になってきますんで、まあ、ドラゴン戦術なんで、まあ、ドラゴンがね主役だろうっていう風に考える方多いと思うんですけども、とにかくクイーンを生き残らせるっていうところをね考えながら、プランニングであったり攻めの手順を組み立ててみるとだいぶうまくいきやすいと思いますので、ぜひね今この強くなったドラゴンと花火使ってみてもらえたらというふうに思います。ということで今日の動画は終わりにしたいと思います。最後までご視聴どうもありがとうございます。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。